それでは、続きまして遠藤忠夫社長です遠藤社長よろしくお願いいたします皆さん感謝してますます遠藤忠夫ですえ私も不思議な話がすっごく大好きですですけれど今日はこの会場の皆さんに聞いていただきたい話があります それはひとりさんの男気の話です聞いてくださいよろしくお願いいたします <laughs> 話は今から十数年前に遡りますひとりさんが私たち十人の弟子を集めてこう言ったんですいいかいみんな今から納税日本一ゲームを始めるよ 税金を納めるのは我々事業家の務めだからね。そしてその納めた税金で道路ができたり、学校ができたり、公園ができたり、たくさんの人のお役に立つことができるんだよ。だからみんなで税金を納めることをゲームにして、一年間楽しく仕事をしようと言って私たちは、 その日日から納税日本一ゲームを始めることにしましたそしまたそてゲームを始めてから1週間くらい経ったある日のことです。一人の男性がひとりさんのもとにやってきてこう言ったんです。斎藤さん、聞きましたよ。納税日本一ゲームやってるんですって。ぜひ私もそのゲーム仲間に加えてくださいよ。 もし私を仲間に加えていただけるんでしたら、私はよその会社から優秀な人をたくさんたくさん集めてきて、斉藤さんの会社に入社させますよ。そしたら斉藤さん、早く日本一になれるじゃないですか。だからぜひ私を仲間の一人に加えてくださいってその人はひとりさんに言いました。ですがひとりさんは、 お気持ちは本当に嬉しいですですけれど今回のこの話遠慮させていただきますと丁寧に断りましたそしてその人が帰った後ひとりさんが私たち弟子を集めてこう言ったんです「いいかいみんな今から大切な話をするからよく聞いてよいいかい優秀な人」 優秀な人材っていうのは今働いている今その人が働いている会社でも大切なんだよそんな大切な人が会社からいなくなったらその会社は困っちゃうんだよいいかい私は人や会社を困らせてまで日本一になろうと思ったことなどただの一度もないよそんなことをして日本一になったって 神様だって喜んじゃくれないよ。それよりも私は私の弟子であるみんなと楽しく仕事をしながら日本一になりたいと思ってんだよって断った理由をその時教えてくれました。この話を聞いて私たちはますます楽しく仕事をしました。そして 1> 1年がたしました待ちに待った納税の発表の日を迎えます時は1997年5月この年我らが首相斎藤ひとりさんは納税日本一に輝きました <laughs> そしてひとりさんが 納税日本一に輝くと、またたくさんの人がひとりさんのところにやってきました。テレビ局の人、新聞社の人、そしてその中の一人がまたひとりさんにこう言ったんです。斉藤さん、納税日本一おめでとうございます。日本一になられたんですから、日本一にふさわしい自社ビルを都心の中心に建てたらいかがですか ってひとりさんに言ったんですけどひとりさんはこの話も断りましたそしてその断った理由を私にそっと教えてくれたんですいいかい忠ちゃん俺はね都心の中心にビル建てることできるよだけどね俺のために本社で働いてくれている5人のパートさんはね 都心の中心に行ったら遠くて働きに出てこれないんだよ。私はあの人たちを置いて都心の中心に出て行こうなんて考えてないんだよって本当の理由を教えてくれました。<laughs> 都心の中心にビルが建つより私はひとりさんが誇らしかったです。 そして愛と優しさと強さを持ったひとりさんは私たちの誇りです宝ですそしてそんな男気あふれるひとりさんの生き方が私は大好きです私はこれからもひとりさんについていきます今日はどうも話を聞いてくださいましてありがとうございました 遠藤社長どうもありがとうございますもう一度盛大な拍手お願いいたします